ミュンヘン安全保障会議の討論会で中米ドイツ大使、ボルフガング・イシンガー、フランス大統領、ニコラ・サルコジ、ドイツ首相、アンゲラ・メルケルに対して発言するドナルド・トゥスク、ドナルド・フランチシェク・トゥスクは、ポーランド・グラニスク出身の政治家、元首相、所属する政党は市民プラットフォーム、欧州連合の元首に相当する欧州理事会議長を務めた。 ポーランドの西スラブ五軍系少数民族であるカシューブ人。両親はすでに他界しており、息子と同盟の父ドナルドは大工、母エヴァは看護師であった。父母はダンツヒ自由士の市民であった。第二次世界大戦中にはナチスドイツによりドイツ国籍を与えられていたが、戦後ダンツヒはポーランドに並行され、ポーランド国籍となる。祖父は戦中に、 ドイツ国防軍に所属していたためドナルドが、ポーランド政界で当格を表すにつれて性的に、それを問題視されることもあったが、現実には、鉄道線路の工事士であった祖父は戦争勃発の1939年に、ナチス強制収容所に収容され、1944年8月に、補充戦力として収容所内から徴兵されており、同年11月には、ドイツ国防軍を脱走して、 ポーランド亡命政府軍、自由ポーランド軍に加わっている。トゥスクは、ドイツ語と英語が話せる。1980年グダニスク大学卒の文学修士。専攻は、歴史学。ユゼフ・ピュース付きの研究で修士号を取得。妻マウゴジャタとの間に二人の子供がおり、長男・ミハウは1982年生、長女・カタジナは1987年生。 学生時代から独立自主管理労働組合連帯運動に参加、若手のホープとして頭角を表し、1981年にはフリードリッヒハイエクの経済政策を紹介するパンフレットを制作して全国に配布した。1989年の民主化後に本格的に政界入りした。それ以前はポーランド民主化運動に明け暮れていたわけではなく、 大学を出た後は発電所や造船所などで産業用のペンキ職人として働き、後にペンキ屋の親方として当時許可されていた程度の小規模の企業を自ら開業している。そこでは親方社長として真夏の延展が続く中、納期に間に合わせようと現場で毎日16時間も働くような猛烈な経験を通じてビジネスの極意と自ら 汗を流して働くことの大切さを学んだという。1989年に行われた第二次世界大戦後初の普通選挙では、独立自主管理労働組合、連帯による選挙会派、民主行動のための市民運動から国政に進出。1990年に、労働が自由主義に対する理念の違いから内部分裂すると、経済と個人の自由の追求、 一方でこれら自由化における、急進主義や、熱狂の排除、欧州統合への積極参加、という、いわゆる中道右派の理念を志す仲間と共に、自由民主会議を結成。1991年の総選挙では政務に37議席を獲得した。1994年には、より社会的にリベラルな中道政党の民主連合と合併して、穏健な自由主義を目指す。 自由連合を結成。1997年には、セナト議員となった。2001年になると自由主義をめぐる党内の政策理念の対立から、トゥスクなどの旧自民会議系だけでなく、旧民主連合系も含めた同志が、UW を離脱し、連帯選挙行動から離脱した、中道派系の人々と共に新政党、市民プラットフォームを結成。その際に、トスクは、 中心的な役割を果たし、同年の下院選挙では、同党が与党の民主左翼連合に対し野党第一党となる。2003年に党首に就任。2005年の総選挙で、市民プラットフォームは政権獲得を目指したものの、大幅に議席を伸ばして新たに与党第一党となった、右派政党、法と正義に及ばず、再び野党第一党にとどまった。トスクは、 同時に行われた大統領選挙に立候補していたが、一時投票では、首位となったものの決選投票で、欧州連合会議派のレフカチンスキに敗れ、党首を務める市民プラットフォームも、野党の地位に甘んじることになった。2007年10月に行われた会員の任期前、解散総選挙で、市民プラットフォームは、上下両院で、首相やロスはフカチンスキ率いる右派の全与党。 ホートマサヨシに対して勝利を収めて最大議席を獲得し、中道政党の農民党と連立を組んで、連立与党を構成することになり、トスクは同年11月16日首相に就任した。2010年10月に予定されていたポーランド大統領選挙における最有力候補の一人と目されていたが、自らが以前から主導している社会、経済、行政、司法、 立法等の構造改革を一貫して続行するため、首相職に止まる決断をした。彼が率いる市民プラットフォーム等は3月下旬に予備選挙を行い、政務副議長のブロニスワフ・コモロフスキが外務大臣のラドスワフ・シコルスキを抑え同等の大統領選立候補者に決定した。7月の決選投票の結果、コモロフスキが同年4月10日に、 ポーランド空軍つまいなす154墜落事故で死亡したレフの兄で、法と正義の大統領候補であるヤロスワフを破って当選を果たした。議会の人気満了に伴い2011年10月に実施された総選挙の結果、与党市民プラットフォームは第一党を維持し、連立パートナーである農民党と合わせて政務の過半数を制した。勝利の背景には、 好調な経済と安定した社会状況の下で政権維持を望む国民の支持があり民主化後のポーランドにおいて初めて与党が議会選挙で勝利して政権を継続することが確定した。そして11月19日議会で内閣の信任決議が可決第2次トゥスク内閣が正式発足した。このようにトゥスク個人は 政治的に一貫して穏健な保守主義かつ穏健な自由主義である中道右派のスタンスをとり、国有大企業の従業員や東部地方住民に評伝をかだよる社会的な意思経済的な国家主義、大資本家、大企業幹部、都市部ブルジョアに評伝をかだよるリバタリアニズムのどちらとも組みせずに一定の距離を置き、全国の中小零細企業の開業と成長や それら小規模企業の労働者の待遇改善に重点を置いた政策を一貫して取っている。実際の例として、トゥスク政権は多くの国有大企業の民営化計画を推進するという自由主義的な改革を行う一方、スウェーデンの巨大小売りコングロマリットのイケアは、法と正義等が政権与党時代に行った統制主義的な改革である。 大規模小売店舗法の改正で巨大店舗が以後、ポーランドに進出できなくなった、と不満を述べていることに対し、全国の若い中小零細企業の成長を後押し、主体、トゥスク政権も巨大店舗出店に関わる規制を再度、緩和させようなどという動きを見せていない、といったことが挙げられるが、さらに現農民党党首かつ元首相で、 トゥスク内閣では副首相と経済相を務めるバルデマル・パブラクを派遣し、全世界のイケアグループの経理を担当する経理部をポーランド国内に誘致するという日本円にして、およそ1800億円の体内投資案件を交渉していると言われる。このように、中道右派、穏健な自由主義に対する理念的革新の下で個々の政策を実行するトゥスクの政治姿勢が明らかに見て取れる。 ポーランドの週刊誌とのインタビューで、自身のマクロ経済の認識について、あなたはケインズ派か、それともフリードマン派かと、記者から問われたトゥスクは、ケインズもフリードマンも、思考の役には立つが、実際には大して役に立たないよ。と、ケインズ経済学諸派とフリードマンに代表される、マネタリズム及び新しい古典派の諸派の双方を、まとめて切って捨て、もし私が、 自分の考えを誰かのものに例えるとするならば、今のところは、フリードリッヒ本エクだと答えておくよ。景気循環についての話の中でハイエクは、銀行が信用を拡大することによって引き起こされる、人工的な景気上昇はいかなるものであろうと、銀行自身の損となる結果で終わる、という事実を強調しているんだ。今日アメリカの金融機関の経営哲学には、 成果を求めて介入するような類のケインズ的な調整をやらかす伝統があまりに多く見て取れるけどそういう成果というのは実際にはただ単に一時的なものに終わってしまうものだよと答えているすなわちトスクはケインズもフリードマンもどちらも結局は配役の用語の設計主義的合理主義なのだと認識していること設計主義的合理主義の経済政策は役に立たない どころか政策目標達成は短期的で終わりかつその後に帰って悪い事態をもたらずに過ぎない無理政策だと考えていること。これに対してハイエクの提唱していた進化論的合理主義に賛同を及び立脚していることが明らかで彼が弁償法を用いてマクロ経済を高度に理解していることがはっきりとわかる。また長期フィリップス曲線の特徴に関しては上に 引用したインタビューの最後でフリードマンの主張に明確に同意している。このようにトゥスクの明確で確固たる穏健な自由主義の理念はあらゆる意味で合理的に導かれたものであり、経済においては配役の理論の本質をきちんと理解し実行に移している経由な政治家だとしてヨーロッパでは各方面で多くの注目と期待を集めている。 政治思想としては恩恵ではあるが、個々の政策の実行段階においては必要に応じて、大なたを振るうことがあり、現在行っている医療制度改革と国有大企業の民営化は反対者も多く、その典型例である。また、閣内においても必要に応じて断固たる強力な指導力を見せることがある。トゥスクの首相としての評価の一つに、人事能力が挙げられている。 2008年後半から起こった世界金融危機の中有能な人物たちを適材適所に配置、ポーランドの経済を巧みな舵取りで制御して景気交代を回避し、同時に財政規律問題、将来のユーロ導入準備、国と地方の役割分担の見直し、国内のビジネス環境と労働環境の整備、全国高速道路網の整備や、 巨大エネルギー備蓄施設といった大型公共事業の推進、他国へ出稼ぎに出ていた、自国民の呼び戻し、第14回気候変動枠組み、条約定約国会議主催などといった、自然環境保護、医療制度改革、教育制度改革、年金制度改革、ロシアドイツウクライナベラルーシなどといった、近隣諸国との関係改善、 旧ソ連諸国に対する外交政策でのスウェーデンとの共同、エネルギー政策におけるチェコスロバキア・ハンガリーとの共同、外国人の移民や出稼ぎといった社会問題、アメリカとの安全保障交渉、経済危機にあるアイスランドへの支援などといった重要課題に積極的に取り組むことでその政権運営の手腕は高く評価されている。またこの期間に、 欧州連合議会である欧州議会の議長として、元首相で科学工学者のイエジブゼクを EU の内閣に相当する欧州委員会の予算担当委員に、グダンスク大学経済研究所所長で、元ハーバード大学講師のヤヌシュ・レバンドフスキを国際通貨基金の欧州局長として、元財務大臣を及び元首相で経済学者のマレク・ベルカを送り出している。また、 1991年に首相を務め、短期間の任期だったにもかかわらず、明細賞として名高く、近年は民間銀行の頭取や国際問題シンクタンクの所長を務めていたヤンプシュシュトフビエレ付きを内閣直轄の総合諮問機関である国家、経済委員会の所長として迎えている。ただし、国内の右派や左派、そしてその評伝となっている。 東部農村の住民や都市の低所得層の間では、トスクは自由主義に偏りすぎるあまりビジネスの社会を優先して我々低所得者の生活を脅かすという事態にするのではないかとの懸念も根強くあり、彼らは市民プラットフォームと対立している最大野党の保守政党、法と正義や第二野党の左派政党、民主左翼連合や労働連合を支持している。 スくクは筋金入りの賭博反対論者で国内の賭博産業を一部非合法としようとしている。特にインターネットカジノによるギャンブルは個人情報の悪用や国内外の個人や組織による資金洗浄などといった様々な不法行為に利用されるとして完全禁止の法制化を実現したいと表明している。そのためカジノ産業関係などの賭博推進論者からこれは ネット検閲だとの強い批判を受けている。2010年2月5日、会場参加者、そしてテレビ中継の視聴者ならば、誰でも Facebook、ブ l i p Twitter という3つのソーシャルネットワーキングサービスを用いて意見を述べられるという条件で、討論会を開催、オンライン賭博禁止法案の趣旨について、不特定多数の国民と約2時間にわたって質疑応答をし、 この法案が通信の自由や心境の自由や財産権を犯すものではないことを根気強く説明した。これは世界の政治史においてもまさに画期的な企画であった。トゥスクは非常に機動的な政治家である。2010年12月5日はワルシャワでバルト3国の首脳とサミットを行い、ポーランドを含めた4国の民間経済、エネルギー政策。 安全保障などについてかなり具体的な意見交換を行った後すぐにベルリンに赴き、翌6日にはドイツのアンゲラ・メルケル首相と会談し、ポーランド政府とドイツ政府によるヨーロッパの現状認識や両国の財政改革についての再確認と公的財政の会計についてなどの具体的な意見交換を行ったが、同日の現地での共同記者会見の後すぐにワルシャワへ戻り、 ポーランドを公式訪問しているロシアのドミートリー・メドベージェフ大統領と同日のうちに会談して、ポーランドとロシアとの歴史的和解と今後の両国関係の展望について話し合った。その前の週の12月1日には、ワルシャワでハンガリーのビクトル・オルバーン首相と会談している。その後トルコの首都アンカラへ飛び、8日にレジェプタイップ・エルドアン首相と首脳会談を行った。 EU 大統領トゥスクは2014年8月30日に行われた欧州理事会の非公式会合で次期欧州連合大統領に内定されヨーロッパの代表として国際政治の舞台に登場することとなった。トゥスクの EU 大統領選出にはトゥスクととりわけ親しいドイツのアンゲラ・メルケル首相が強力に支持している。この会合の直後に行われた 記者会見で英語力について問われたトゥスクは英語で皆さん心配しないでください。私は12月1日に間に合うよう自分の英語力に磨きをかけます。という謝楽で答えた。9月9日にはコモロフスキ大統領に辞表を提出し、12月1日に欧州理事会議長に就任した。2017年3月9日に行われた議長選挙では、 トゥスクの出身国ポーランドの与党法と正義の総裁、ヤロスワフ・フカチンスキがトゥスクのかつての政敵だったこともありベアタシドゥ首相に反対票を投じさせるなど再選阻止に動いたが他国に同調の動きはなく27対1で再選された。トゥスクはポーランドの現職国会議員のうち国民から最も信頼されている政治家の一人である。 2010年2月の世論調査では54%の国民からの支持を得ており、これは第2位体である。第1位は外務大臣のラドスワフ・シコルスキで獲得支持率は59%。2010年にドイツアーヘン氏が選定するカール・大帝賞を授与された。この賞は欧州統合を前進させた人物に与えられる賞であり、 ポーランド人の受賞者としては1998年にイエジブゼク政権で外務大臣を務めたブロニスワフゲレメクに授与されて以来12年ぶり2人目の受賞となる。2021年日本国における春の叙勲で朝日大受賞を受賞。ありがとうございます。